の心はるかーす。みなさんこんばんはるかーす。水曜の夜いかがお過ごしでしょうか。戸松はるかの心はるかーす、パーソナリティの戸松はるかです。この番組は私戸松はるかがみんなの心を晴れやかにしていく心のビタミン系ラジオ番組です。水曜の夜番組を聞きに来てくれたあなたに癒しと元気をお届けしていきます。ラフラフからの質問です。はるちゃんのおすすめ類活は泣けるサメ映画ってあったりするのと、結論から言うと、私がサメ映画を見て泣いたことは一度もありませんなんかある意味バッドエンドすぎて泣いたことはあるけど、でもなんかそれもなんか気持ちの話、なんかこう本当に涙がボロボロ出てこんな悲しい結末にって言って泣いたわけじゃなくて、うわーこんな終わり方やだみたいなみたいな意味でこう泣いたことはあるけどないですね。逆に教えてほしい、こう泣けるサメ映画ね。本当ね、なんかいろんな意味でこうねおっしゃってましたけど、好きな役者さんが食われて泣いたっていうそういうね、そう早くに退場しちゃってもうちょっと見たかったっていうね、そういうことをね、さっき話してて、ああなるほどそういう悲しみもあるのかみたいなね、いろいろ思いましたけれども、まあ、結論から言うとありません、私の中では今のところね。はい、ということで、行ってみたいと思います心と心でつながる30分、戸松はるかの心はるか、最後までよろしく。戸松はるかの心心はるかす。改めましてこんばんは、戸松はるかです。さあさっき類活についての質問が美奈子から来たんですけど、まあその〇〇活みたいなものですよね。推し活ね、朝活と、まあそれ辺はもうちょっとみんなやってんじゃないですか。私はどっちともやってませんけれども、どっちもやってない推し活はすごいしたいけど、だって推しがいないと推し活できないじゃん。まず推しを探すところから見つけたいなはあるし、この間ちょっとお仕事のね、会食みたいなものがあった時にそのスタッフさんとね、推し活についてこう聞いたわけですよ。でその方はやっぱ推しがたくさんいらっしゃる方で、なんか推し活するためにそう推しを見つけるのってどうしたらいいんですかっていうこと聞いてみたら、やっぱもう雷に打たれたような衝撃があるんだって。もうビビビビみたいな、そのもう見た瞬間にやっぱもう雷が落ちたかのような衝撃が走るから、やっぱそれを待つしかないっていう話をされて、もう一目惚れみたいなさ、あそういうことなんだと思って、まあ、その方にはねそういうもう雷に打たれたかのような衝撃を受けて推しが増えていくらしいんだけどそうそう何回も打たれて、あなるほどみたいな。だからこう最初はなんかこうそんなでもなかったけど、じわじわ好きになっていくパターンもきっとあるんだろうけど、はあ、こう一目惚れなんかこうね恋愛みたいな感じなのかな、なんかねなんか男友達だと思ってたのになんかいつの間にか好きになっちゃってたあいつみたいな青春の形ちょっと乏しいから私そういう引き出しが乏しすぎてもうちょっといつの時代やねみたいな感じになっちゃったけど、いやでも他にもあるんだってね、こうなんかサウナ活動サ活とか、ランドセルを購入するためのラン活、アフタヌーンティーを楽しむための活動ヌン活とかね。へえ、どれもやってないわなんだろう、私何して生きてるんだろうね普段ね、何の活動もしてないわ。うん本当にもうだからなんか趣味もだから趣味もないから、そもそもレンタルシミュレーションっていうコーナーができてるわけだしね、ちょっといい加減なんか見つけたいよね。うーん思いつかないな。やってみたいはあるけどね、こうちょっとテニスとかゴルフとか釣りとかそういうなんかやってみたいシリーズはあるけど、なんかまだやったことないから。あ桃鉄桃活っていうのいやでもさやってるよ今もやってるけど、活動っていうの桃鉄ってもう
私300年やってるから、桃鉄そう100年3回終えてるからね。そう、伊達に確かに普通の人よりやってると思うけど、活動っていうかね、まあ確かに週1ぐらいでね、オンラインでやってますけど、みんなことはきっとねやってるけど、まあ、難しいね、ちょっと探していきたいわ。はい、じゃあちょっとお便りね読んでいこう。あのもうすぐほら、あ、これはあれか、あのもうすぐココラフのイベントがね近いということで、皆さんからこうこんなのやってみたらどうでしょうっていう、案というかね、いただきまして、はい、それ読んでいきたいと思います。ココハルネームチーゴムさんからいただきました、ありがとうございます。はるちゃんこんばんは、はるかすこんばんは、はるかす。私はトマツさんのジブリを語っているところが好きなので、ジブリの一人芝居に挑戦していただきたいです。ミュージックレイのオーディションでは千と千尋の神隠しの一人芝居をなさったとのことなので、また別の作品に挑戦してみるのも面白いかと思います。待て、覚えなきゃいけないじゃん事前に暗記しなきゃ、他の作品だったらね。えいやでもなんかね思ったの、怖いもの知らずってすごいんだなって思った。だからミュージックレインのオーディションの時って素人なわけじゃん、全くこう芝居もやってないし、もうただの中学生やったかの時、もう高校生かの時の学生の私がただただ怖いもの知らずで大人の前で千と千尋の神隠しを披露してるわけですよ。もう今だったら絶対できないもん、怖くて。でこう声優のお仕事はやればやるほどできなくなってきてるこうことの重大さというかこんな私なんかがもうこんなもうあんなモノマネとか言っちゃダメだみたいな、まあ、セリフは暗記してたけど、確かにだんだん私はもうなんかなんていうの、怖いもの知らずってすげえなみたいな風にだんだん当時の自分を尊敬するようになってきましたけれども、まあなるほどね、まあ、でも好きですからね、確かにジブリは他の作品もね好きだったりするんで、ありがとうございますということで、それではここで一曲お聴きください。ブンブン台風、トマツハルカの心ハルカ。名探偵はるか。このコーナーでは名探偵コナン、近代一少年の事件簿、悠々白書、サメのジャンルから謎解きクイズを募集します。そのクイズを私が名推理でバシバシ答えていきますよ。メールが採用されるたびにリスナーの皆さんの対応する能力値が上昇していくので、能力を上昇させるために皆さん頑張って投稿してくださいという、私には何の見返りもないただただ送ってきた人がね、ポイントが上がってくっていうね。いやもうちょっと最近ね、今読んでてすごい面白くなっちゃったのが、名探偵はるかって、でもコーナーできてどのぐらい経ったっけ、もう半年1年ぐらい経ったかな。いやね、水曜日のダウンタウンで名探偵津田っていう企画があるのよもう私それが一番好きなんだけど、そのダイアンのね津田さんがもうとにかくなんかその本当にもう村中全員なんかキャストみたいになって本当なんか近代人みたいなことが起こってっていう、だからもう今すごい恥ずかしくなっちゃった、なんかもう全然私さ名探偵できてないからすごいのよ、もうだからもうちょっと思い出しちゃったの、その名探偵はるかっていうそのワードでさ、いやもう一番好きなんだよあのコーナー本当に。ということで、どなたから来てるんだい、来てるんだいって初めて言った。サメね、サメ問題って久しぶりじゃない。リクイタチさんからいただきました、ありがとうございます。トマツさんこんばんは、はるかすこんばんは、はるかす。サメに関するクイズです。中国地方の山間部ではサメ料理のことをホニャララ料理と呼ぶそうです。ホニャララにはなんと別の動物の名前が入るんですが、サメと同じく強いイメージのあるホニャララに入る動物は何でしょうと。クイズだね。ワニためたねすごいすごい、なんかミリオネアみたいなためぐらいでさやったね、すごくない。私これ知ってたのよ。はい、正解はワニです。鳥取県が舞台の神話稲葉の白ウサギにもワニが登場するんですが、ワニが日本に生息していないことからサメのことを指しているんじゃないかという説もあるそうですと。そう、なんか昔はそうサメのことをワニってなんかこう呼んでいる
地域というか、なんかそういうのもあったって、なんかね知ってんだよそれ。そう、すごくない？普通にすごくない？うん、いや嬉しいですね。ちょっとやっぱこういうのがちょっとサクッと正解できると嬉しいですね。はい、ということでリクイタチさん、サメのポイントゲットです。おめでとうございます。では、続きまして今度、あ、金田一だ、金田一の問題です。ルリードピースさんからいただきました、ありがとうございます。あ、ルリードさん、ルリードピースさんね、金田一力が1ポイントすでにね、はい、ありますね。はい、金田一37歳の事件簿、あー私これまだ見てないんだよな。金田一少年の事件簿から、20年後の金田一は探偵ではなく何になっていた。え、これさあれじゃない、ニート。あれなんかさ、すごいさ、もうダメ人間みたいになってるところからスタートするんだよねこれ確か。え、何、あ、あ、すごい表紙はすごい金田一だよ。なんかすごい、なんかもうなんかのらりくらりぐーたらしてるみたいなことをなんか聞いてたと思う。もうこれ答え見ていい、もういいの、それともまだ当てていいの、もういい、もういいですか、答え見ますね。あ、働いてるんだ、サラリーマンなんだって。商品の PR や旅行ツアーを扱う会社に勤めている。あ、すごいちゃんとしてる。あれ、なんか私すごいぐーたらしてダメ人間になっちゃったんだと思ってた、勝手に。ちゃんとしてたわ、はじめちゃん。そうなんだ。でもまた探偵に戻るのかなってことはね。えねえ、ちょっと見てみよう、37歳の事件簿。なんかもうむしろ年齢的にそっちの方が近いからさ。37歳のね、そっちの方が共感味があるかもしれないね。面白かった。じゃあ続きまして、あ、誘惑問題来てますよ。ココハラネーム正義さんからいただきました、ありがとうございます。悠々白書からのクイズです。漫画版では、喫煙やギャンブルをするシーンがある主人公浦飯雄介ですが、初登場時の彼の年齢はいくつでしょう。どう考えてもアウトやよね、年齢的に。ね、学ラン着てるからさ。え、ただいくつだったんだろう。え、中学生じゃない裏飯って。あれ、高校生ではないような気がするんだけど。でも最後桑原大学受験するよね。そう。よく覚えてるね。最後だ、そう、桑原はね大学受験するのよ。だからあれ、そう思うと高校生になってるよね。でも私浦飯雄介ってなんか最初は中学生だったようなイメージがあるんだよな。中2ってことは14歳。ほらでしょ、だから結構誘惑って時経つんだね、そういう意味では。うわー。正解は14歳。アニメではカットされていたらしく、自分はアニメから入った人間だったので喫煙シーンがあったとはちょっと驚いちゃいました。時代ですね。そうだね、時代だね、確かに。いやでもすごくない、ちょっと覚えてたよ。うわ、いやちょっとなんか心が豊かになっていくわ、この名探偵あるから。さあ、ラストです。あ、やった、また誘惑問題です。ココハルネームコッピーさんからいただきました。サラ屋敷中学2年で、あ、ここでもう中2出てきちゃってるね。自称浦飯雄介の永遠のライバルである、桑原一馬、霊感が強くなし崩し的に玄界の弟子入り参考会に参加した桑原は、そのまま浦飯チームとして様々な困難に立ち向かいます。そんな桑原がトグロに招待された暗黒武術会決勝戦にて着ていた特攻服の背中には何の四字熟語が書かれていたでしょうか。うわ、着てたわ、着てるのよ。これはむずい、これはむずい。決勝戦、いやでもしょっちゅう特攻服着てるからさ桑原。そう、いや、なんかさ、いや四字熟語じゃないけど、雪菜ラブみたいな感じかなって最初思ったんだけど、雪菜さん大好きだから。でも四字熟語だもんね。
でもやっぱなんか桑原の性格を考えると、なんかこう当たって砕けろじゃないけど、なんかこう熱い、まっすぐな熱い言葉が書いてありそうな気がするわけ。一期一会とかじゃない気がする。こうとかじゃなくて、なんだろうな、熱い感じのちょっとつ盲信とかね、そういう、でもまっすぐまっすぐ行く、あんま書かない、あんまりじゃ馴染みそんなにメジャーじゃないですか。まあ背中にはそんな書かないような言葉、四字熟語とはまた違う。弱肉強食みたいなことかな、そういうこと。なんか四字、でも弱肉強食一応四字熟語か、でもそういう感じだよねきっとね。ザ四字熟語っていう感じよりは四字熟語だけどみたいな、焼肉定食みたいなこと。え、余計わかんなくなった。え、余計わかんなくなった。え、なんだろう、魔界、魔界、いや違うな、いや決勝戦でしょ、決勝戦、決勝戦ってことに関係あります？あんまない。当たって砕けろ、なんだ、弱肉強食にするわ、弱肉強食。いやこれむずいよ、これはむずい。うわー、こういい感じにマニアックな問題出してくれましたね。意外に健康第一。桑原、やっぱ桑原好きだわ私。健康第一を背負いながらもゆうすけのために命を張ってトグロに立ち向かうシーンはいつ見ても最高ですと。あ、すごい、めっちゃ健康第一の桑原。そう、この特攻服はめっちゃ覚えてるの、この白いで文字も赤だったなっていうのは覚えてるんだけど、そっか、健康第一だったんだ。やっぱね、あのね、年重ねるとね、桑原の良さに気づいてくんだよ本当にね。いや桑原が一番、ね、こう男なんだよね、もう勘と書いて男っていうさ、もうね、いや本当に桑原の良さにね気づいてるから気づいちゃったんだよね。桑原マジでそう、いやいいわ、健康第一って書くところもいいわ。いやありがとうございます、面白かったこのクイズ。はい、ということで、なんか、あ、そっか、私が外れると、そっか、ポイント上がらないのか、あ、採用されたら上がるか、別にいいのか、あ、だから当たっても外れてもみんなポイント貯まったよ。よかったね。ということで、このコーナーでは名探偵コナン、金田一少年の事件簿、悠々白書、サメのジャンルからクイズを募集しております。たくさんの謎をお待ちしております。以上、名探偵はるかでした。戸松はるかの心はるかす。すーはーほら、深呼吸すれば心が落ち着く、心深呼吸。気温は暑いけど空気はカラッとしていて、個人的には1年で一番過ごしやすい時期。でも紫外線はかなり強いらしいので、ついつい日焼け対策を忘れがちになってしまいますが、去年買った最軽量の日傘で乗り切りたいと思います。ねえ、あなたはどんな1週間を過ごした？寝る前のひととき、ちょっと立ち止まって深呼吸、ゆっくり振り返れば明日もきっといい日になるよ。みんなの心が晴れますように。以上、心深呼吸でした。それではここで1曲お届けします。シンデレラシンフォニー。戸松はるかの心はるか、そろそろエンディングのお時間です。はい、そう、私最軽量のね折りたたみ傘を常にね探し求めていて、もうカバンがとにかく重いのよ私で、あのメイクポーチとかも全部フル装備で入れてたりするから、もうそれだけで多分 500g ぐらい多分そうあったりして、分かってんだけど減らしてもうなんか直す分だけのものを持っていけばいいのは分かってるんだけど、
なんかね増えちゃうし、筆箱もやっぱこの仕事だから最初にボールペンだけポンって突っ込んでたりしたんだけど、やっぱね紛失したり忘れたりして、あボールペンがカバンの中入ってないとか、あとその外画とかね吹き替えやるときとかに片耳だけしかないこう、まあ、ラジオとかでも使うやつなんだけど、そういうイヤホンみたいなものをマイイヤホンを持っていた方がいいっていうところで、そういうのとかも入れてたりすると、やっぱなんだかんだ筆箱が必要だったりとかして、結局筆箱もなんか持ってたりとか、なんかあとそういうなんか社員証じゃないけど、なんかそう、それね、それこそ文化放送さんとかもそうだけどさ、ビッてこう自分のね専用のこうカードみたいな、大事な戸松遥さんのカードとかをしまうなんかカード入れみたいな、いやでももうポーチオブポーチオブポーチみたいな感じになっちゃってさ、もう本当にもうとりあえず迷ったら持っておこうみたいなの、でも本当に重たいわけで、ある時気づいたのが、その折りたたみ傘が重いってことに気づいて、なんとかならないかなっていう、条件はスマホより軽いっていう、そうあるのよ最近探すと、結構最軽量のね傘が、折りたたみのもう雨用もあるし日傘もあるしみたいなのでね、そうなのよ本当に軽くて、もうおすすめです皆さん、本当にね紫外線強いですから本当みんなね紫外線対策してくださいということで、リスナーの皆様からいろんなメッセージ大募集しています。レンタルシミュレーション、笑顔の処方箋、ハンター、トマツ、名探偵はるか、トマ版、次回のテーマはカップリングアルバムのみなこ楽曲です。その他普通のお便りや私へのメッセージに番組の感想など何でもお待ちしております。メールアドレスははるかすアットマークセカンドショットドット JP、 はるかすアットマークセカンドショットドット JP です。セカンドショットの綴りは SECONDSHOTです。番組のホームページからも送れます。たくさんのメールお待ちしています。また番組公式のハッシュタグシャープはるかすです。皆さんどんどんつぶやいてね。番組終了後、番組公式 X に私の手書きコメントが掲載されますので、そちらもお楽しみに。6月29日土曜日に日照ホールにてココハルラフラフの合同イベントの開催が決定しています。チケットなど詳細は番組公式 X や特設サイトをご確認ください。そして現在スロットソードアートオンライン用楽曲オルターエコーが発売中、こちらもぜひチェックしてください。さあということで、そろそろお時間です。また再来週6月5日にお会いいたしましょう。戸松はるかの心はるかす、ここまでのお相手は戸松はるかでした。これできっと心もはるかす。バイバーイ。